こさえがです。皆さんこんにちは。わー、ゴールデンウィークが楽しかったか？ゴールデンウィーク終わってから私はどこに行ったと思う？ポルトガール初めて行ったんですよ。わー、せっかくだったのでちっちゃい動画があるなんですけど、ぜひ見てください。せーの、おはよう。今ちょうどポルトガルに着いたなんですけど、結構イタリアに似てるねって思ってて、スペインとイタリアのミックスな感じする。すごく今回のイベントは全部日本語でポルトガル語に翻訳してもらいます。ヤッホー、今ホテルに着きました。今のところはね、スタッフがすごく優しくて、やっぱり日本語が喋れないんですけど、明日から翻訳してくれる人がいるけど、今は英語で頑張って、実はあなたの英語がすごく上手ですって言われて、本当ですか本当ですかってすげえ嬉しかったです。コミュニケーションができるようになった。そんなに有名人なのにそんなにフレンドリーですかって言われて、そう、嬉しいって嬉しいって。やっぱりそのイタリアの方と日本の方と両方のカルチャーとかコスプレカルチャーが話せるのことがポイントだなって思って、みんなすげえびっくりしますね。今からちょっとイベントのチェックしますので、ぜひ見てください。マショーン。まだイベント閉まってるんだけど、こんな感じです。ここのステージで、向こうはそこまで、あのブースとかのインスタグラムから、実はね2ヶ月前に友達が作りまして、はーい、見る見る、何書いてる、okay. ルミリオン、あ、僕のヒーローアカデミア、僕のヒーローアカデミア、僕のヒーローアカデミアが、じゃあ今からちょっと遊びに行きます。よかった、すぐ友達が作ってて、イエーイ。今は綺麗なところですよね。すげー長いでしょ。すごいすごい、お台場よりも長いでしょ。眠れないよー。わすげえ人多い。これはステージだけですよね。わあ、すごい緊張する。Wow, okay. I will go. インタビュー終わりました。日本語でする予定だったんですけど、なんか急に英語喋っていいですかって言われて、全部英語でやってたんですけど、もうやばいレベル英語なので、どうすればいいのかわかんない。でもすごく良かったし、満席だったから、まあ結構いい感じだったなって思います。で、今からコスプレジャッジメントをやりたいと思います。イエーイ。よし、今からちょっとイベントに、パワーアップしていきたいと思います。イラストレーターさんが自分のイラストを売ってます。で、絶対日本に売ってないものが見つかりました。絶対それはない、タトゥー。コスプレイベントの中にタトゥーやってますよ。すごくない？すげえ。アートですよね、完全に。わあ、すごい。Thank
着替えた。今回やっとナナとレイラのコスプレができて超嬉しいです。ポルトガルにすると思わなかったけどいいね。ポルトガルの最後の日です。ポルトガルにいるなのにラーメン食べてます。超美味しそう。とんかつラーメン。美味しい。味の方が薄い。あのヌードルの方が柔らかい。まあ全然美味しくてすごくフレッシュな感じしてます。あとリスボンのダウンタウンです。綺麗。それすごい綺麗。すごい。暑い。やっぱりね、こっちの方がイタリアよりかみんな英語喋る。すごいところはこれわかる。日本語でわかんないけどこれが本当どこでもあって、本当どこでもにあるから誰も盗んで、まあ、盗まないし超便利じゃない。いいなーいいな。ここ超いい天気だし。ポルトガルが初めて世界を見つけたらしくて、日本は1541年がバラ渡れました。渡れました。日本語忘れてました。目の前にこちらのモノメントがあるんですけど、何ですかちょっとわかんないけど、私だけエヴァンゲリオンっぽくない？エヴァンゲリオンっぽいでしょ。これ今から日本に帰ります。すげえちょっと疲れた。なんかずっと飛行機に乗るのがちょっと疲れてきたんですね。あと6月の4日から10日までにイタリアの違うイベント、私の友達タニアちゃんと一緒に行きます。待ってます。さてどうでしたか？楽しかったですか？結構頑張ったよ、動画を撮るのが日本語で喋ったらみんなすっげー変な感じで見られてて、でもまあとりあえずもう最高だったわ。もう最高だった。もう一回絶対ポルトガルに行こうかなと思って、イベントのスタッフさんがすごく満足してたからいつかまた行こうと思います。みんなやっぱり日本のポップカップすごく大好きだから、自分がちょっとインフルエンスするのとか嬉しいです。忘れずにコメントしていいねボタンを押してチャンネル登録してください。あね、なんだっけこれ、サルティーナ、サルティーナ日本語、サバケ、サバケかな。これかストア、全部魚だけ。すごくないこれ、かわいい。で、例えば自分の年を選ぶと、その年は何かあったのかを書いてるらしいんですよ。 So you can take this one moment. 例えばね、私、こちらです。じゃじゃーん。そう、アバロルテンポ、あの時間の力じゃない、時間の値段。翻訳超やばい。美味しそう。飛行士初めてサバケを買いたいなって思ってた。とそれで今向こうからここまでに来てすげえ楽しかった。でこちらもかっこいい。いやこちらってさ、ミュージックビデオで撮りたくない？すげえ素敵。わあ、何これ。